さんこんにちは、ケンジムのケンスケです。本日はコロナ自粛期間終了後、スポーツジムに行くべき合理的な理由3つお話しさせていただきます。このお話をさせていただく前に少し別件なんですけども、先日なんと私のジムが取材を受けました。しかも2回。取材内容は東京都が定める新型コロナロードマップの中で、あのロードマップの中に入ってなくてですね、自粛解除を一番後回しにされてしまっていたんですけども、それがステップ2に緩和されたのを受けてという内容の取材でした。スポーツジムが今までクラスターが発生したということで危険なイメージが強かったと思うんですけども、その認識が国の中で東京都の中で少し受け止め方が変わったというのは私にとってすごい喜ばしいことでした。まだまだ予断を許さない時期ではありますが、正しく恐れしっかり対策をし、お客様に少しでも安心を届けていければなと思います。これからも頑張っていきますので、ぜひ高評価やチャンネル登録で応援の方よろしくお願いします。本当にこの高評価やチャンネル登録が増えるというのはすごい嬉しくてですね、毎日チェックしてます。1増えるたびに1増えたっていう感じですごい喜んでます。なので本当に見ていただいた方で少しでもためになったって思っていただけた方は、お手間ではあると思うんですけども、高評価チャンネル登録の方していただけると本当に嬉しいです。ぜひ応援の方よろしくお願いします。はい、前置きがちょっと長くなってしまったんですけども、本題いってみましょう。まず一つ目の理由、体力を戻す。自粛期間でどうしても外出の回数が減り、体力や筋力が落ちている方が多いと思います。体力筋力が落ちますと、本当にいいことはほとんどありません。例えば一つ目が代謝が減り太りやすくなります。で、次二つ目、寝つきが悪くなります。3つ目、運動していた時の怪我のリスクが高まります。特にスポーツをされている方ですと、前回お話しさせていただいたこちらの動画ですね、こちらの動画のように怪我のリスクが非常に高くなります。ちなみにこれを見ていただいている方の中で、自粛期間を経て体力が以前よりも向上したっていう方はいらっしゃいますか？これほとんどの方が厳しいと思っております。私自身もすごい体力落ちました。時々まあジムに来て仕事の方をするついでに筋トレや、まあ、家の周り走るなどはしていたんですけども、バドミントンもしてなかったですし、今までは毎日筋トレしてたので、実際体力はすごい落ちてます。体の方も筋肉が減ってるのを感じますし、脂肪の方もついているのをすごい感じます。もし以前より体力がついているっていう方は中にはいらっしゃるかもしれないんですけども、そういった方は本当に自己管理能力がすごい高い方だと思うので、正直この後の動画は見なくても大丈夫かなと。この後の内容ってほとんど分かっている内容だと思います。これが一つ目で、次二つ目が、メンタル回復になります。前回もこちらの動画でご紹介させていただいたんですけども、細かいことを説明しますと、高負荷重い重りで筋トレを行うことで、ドーパミンやセロトニンなどの物質が分泌されることによってストレスを軽減してくれます。この高負荷というのがジムに来ていただきたい最大の理由です。で、家でもトレーニングでできるじゃんとか、筋トレってできるじゃんって思う方もいらっしゃるかと思うんですけども、正直自分の体重って70キロとか、男性の方でも80キロとかだと思うんですけども、トレーニングジムにあるマシンですね、例えばベンチプレスであったりスクワットであったりっていうのを使うと、もう100キロとか、スクワットでいうともっともっとですねっていうような高負荷が受けれます。この高負荷で筋トレをするっていうのが本当に重要で、筋肉をつけたい方もスポーツをされている方も、正しい筋トレを行うと絶対筋肉もつきますし、パフォーマンスもアップします。なので絶対ジムに来ていただいた方がいいです。それでこの筋トレをしておけばもうメンタルが回復するよっていう理論は、私は結構好きな著者でもあるんですけども、テストステロンさんですね、こういう本を書いてます。この方もすごい強く推してます。で、この方は私の考え方すごい好きで、ツイッターとか追ってるだけでもすごい元気出ます。興味ある方は概要欄の方に貼っておきますので、ぜひご覧になっていただければと思います。で、これが理由の2つ目ですね。で、3つ目、免疫力がアップします。様々な要因があるんですけども、筋トレを行うことで例えば代謝が良くなる、体温が上がる、食欲が増す、睡眠の質が上がるなどの変化が起こって免疫力が向上します。今回は細かいところは省かせていただきます。そしてこの免疫力アップなんですけども、いくつか挙げさせていただいた通りの効果を得られる手っ取り早い手段として運動や筋トレですね、これが一番本当に手っ取り早く得られるかなと思っております。ここからが今回の動画の肝といいますか、一番大事なところだと私は思ってるんですけども、免疫力が落ちてしまうとどうなりますか？
これ、いろいろな感染症であったり、まあ、ウイルスにかかってしまったり、今回出ている新型コロナウイルスですね、それよりももっともっと強い感染症ウイルスが来た時にかかりやすくなってしまうと思うんですよね。例えば、今の私これ免疫力100だとします。筋トレをしっかりして規則正しい生活をして100の状態、この時に、まあ、何らかのウイルス、これ某漫画のキャラクターなんですけど、これが30の力を持ってたとします。そしたら、まあ、私今100なんで30が来てもめったなことがない限りかかりませんよね。で、仮にこの自粛期間で自分の免疫力が50に下がりましたってなっても、まあ30なので大丈夫ですよね。なんですけど、これがこの免疫力がスタートの時点で50であったり30であったりしたら、こっから、まあ、50の人は30になってかかりやすいかもしれないですし、30の方は、まあ、10とかになっちゃったらかかっちゃいますよね。なので、この普段から免疫力を上げていくっていうことは大事ですし、仮に免疫力が低い方はこの自粛期間が明けた後に免疫力を上げる努力が必要だと思います。そして次に、メンタルも体力も落ちているとどうなるか。仮にまあ私今100の免疫力があったとして、これが何かの精神的ショックでバーンと落ちたとします。仮に落ちて何らかしらの感染症にこうかかってしまった時でも、その体力であったり気力であったりがあったら、最悪かかってしまってもこれ乗り越えられると思っております。本当に一概には言えないので、なんだろう、こんな数字でポンポン言う話ではないと思うんですけども、考え方はこれで合っていると思っていて、常日頃から免疫力、体力、メンタルをしっかり高めておくってことは非常に大事だと思いますし、このどれかが欠けている方はしっかり筋トレでこの3つをどん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 高めていって、今後起こり得る何かの感染症が来たとしてもかからない、仮にかかったとしても重症化しない、乗り越えられる体力っていうのを常日頃からつけておくのがすごい大事だと思っております。ここでもしかしたら、いや、スポーツジムって、まあ、いっぱい人いるし感染症のリスク高いじゃんとか、今回の新型コロナウイルスでいうとクラスターも発生してるじゃんっていう方いらっしゃると思うんですけども、スポーツジム自体も様々なタイプがあるっていうのがありますし、ほとんどの施設はもともと換気設備であったり、そういった衛生対策をしている施設がほとんどです。で、しかも今回の新型コロナウイルスの影響で、そういったところですごい気を使っている施設が非常に多いです。ちなみにうちのジムだとこんな感じです。で、もう今パッて見る感じで窓いっぱいありますし、アルコールであったりとか、こういう消毒するスプレーであったりとか、まあ、あっちには空気清浄機とかもありますし、こういったような環境整備はすごい気を使っております。今回ロードマップが変更になったっていうのもありますし、しっかり対策すれば危険な場所っていう場所ではないと思います。その人と人とが接触する機会も少ないので、私はこのジムを経営している側ですので、そういったところは今後すごい気を使っていきたい面ではあると思います。なのでしっかり対策を行って、お客様に安心安全を提供して、しっかりトレーニングをしていただければなというのが思いです。で、ここからまとめさせていただきますと、まず事実だけお話しさせていただきます。まず1つ目、いつまでも外出を自粛していても免疫力、体力、メンタルは下がり続ける一方です。2つ目、買い物や仕事、学校などの最低限の外出は避けられない方がほとんどのため、どこかで必ず今後何らかしらの菌との接触のリスクはあります。3つ目、5月30日なんですけども、今の時点で国や都は自粛を解除しております。4つ目、東京都のロードマップの変更などからも分かりますように、スポーツジムの認識が今まですごいリスクが高い場所っていう風に見られていたのが、今回2に変更になったということで、当初よりかは危険度が低いという風に見られております。正直ここからは賛否両論がありますし、私の意見を述べさせていただくので、本当のことは結果が出てみないと分からないと思うんですけども、今後は個人個人がしっかり自分自身で対策をとって、自分自身の健康ですね、健康をどん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 伸ばしていくような行動をしていくべきだと思います。そこで、まあ、私自身ジムの経営者であったりいろんな思いがあるので、私の立場から言えることとしましては、しっかり対策をとった上でぜひジムの方に行って筋トレをして、免疫力、体力、気力を取り戻すような運動をしていきましょう。ここにはもうそれぞれの考え方や家庭内の事情ですね。例えば同居している家族の方で年配の方がいらっしゃるとか、他にもいろんな場合があると思いますので、一概には言えないと思うんですけども、ご自身のタイミングですね、自分自身の免疫力などの健康を取り戻すっていう
ていうここっていうタイミングの時にしっかりどん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 行動していくっていうのが大事だと思います。なんでご自身のタイミングで私としてはジムに通っていただいて筋トレや運動などで体力をつけメンタルを整え免疫力をアップさせていくっていうのをお勧めしております。それが長い目で見た時の絶対的な感染症対策になると思っております。なのでぜひ皆さんジムで筋トレをしましょう。これがまあ私の一つの答えです。いかがだったでしょうか。ちなみに前回出させていただいたこちらの動画ですね、でも、筋トレを始めた方がいい理由についてお話しさせていただいたのでご覧いただければ幸いです。で今回説明させていただいた内容はところどころ説明させていただいたんですけども、まあ、私なりの考えなどがすごい大きく入っている面もありますので賛否両論あると思います。なんですけども見ていただいた方が個人個人でしっかり判断して行動していただければなと思っております。今回の動画が少しでもためになった、私のことを応援したいと思ってくださった方はチャンネル登録、あとはグッドボタンなどを押していただければすごい嬉しいです。本当に力になってます。それではまた次の動画でお会いしましょう。長い時間ありがとうございました。